カンナもびっくりです。2年前カンナが負けた時あったじゃないですか。年明けててっぺんのなんか新年会みたいな、そこですごい仲良くなって、そっからですね LINE 交換そこでして、でなんかそこで敬語もなしねみたいな。藤山ファイトクラブのスタジオで関心がありません。そうですね、恋愛に関しては全然ダメダメです。言い続けてたのに実はいた罪悪感。でもツイッターネット見る限りみんないいねーって。ああ、その声が多くて本当そこだけが救いでしたね。あ、よかったと思って。え、データもっぱらどこなんですか。これもちょっと内緒ですけど、ディズニー一回で聞いたことあるんでしょ。2人で、もう2人で帽子かぶって行きましたね。ヒヤヒヤ青春ですね。恥ずかしくなってきて中学生みたい。どんなことが好きですか。いや、まあでも本当刺激になるし、やっぱり一番分かってくれるんで、理解してくれるじゃないですか。励ましてももらえるし、なんか結構支えにはなってます。次負けたらあだこだい、まあ、言われなくもないじゃないですか。しっかりそこも勝って、お互い高め合えてるのもそこで見せれれば、もっとこうなんていうんですか、応援してくれる人も増えるだろうし、はい、負けられないですね。